日本共産党の佐々木健翔でございます。まず片山大臣に確認をしたいと思います。政治資金規正法では、政治資金というのはですね、国民の常財であると、こういうふうにされております。つまり有権者が支持する政党に政治献金を行うというのは、憲法で保障された参政権の一つであり、それは選挙権、投票権と結びついたものと、こういう位置づけだと思います。これは政治資金規正法の公布以来一貫して変わらない原則だと思っております。したがって、この有権者による個人献金ですね、それと企業団体献金というのはですね、根本的に性格を異にするというふうに私は思いますが、総務大臣はどのような見解をお持ちでしょうか。片山総務大臣。私もかつてその政治献金を得て政治活動をしていた者の一人でありますけれども、その健全な民主政治を支える、その政治家を支える、政治団体を支えるためには、やはりその広く国民の その金銭的な支えも必要だろうと思います。でその際に、個人と企業との間に、企業団体との間に、私は本質的な違いはないだろうと思います。本質的な違いは、それは個人であっても、それから企業団体であっても、その健全な民主政治を支える、そのための常財をその献金するという、その面においては変わりはないだろうと思います。ただ現実の問題としては、その例えばその企業団体でありますと、特定の、特に企業でありますと、特定のその営利事業などをやっている関係上、その献金との間に、自分のビジネスと献金との間に何らかの関係が生じる可能性があるということで、したがって制度的、本質的には私はあまり違いないと思いますが、現実の面ではその実態として違い出てくる可能性があるということだと思います。ただそれは個人でもそういうことはあり得るわけでありまして、またそこまで考えますと、やはり本質的には違いはないのかなというのが、私も実体験をした上での感想であります。委員長。佐々木健翔君。個人というのはですね、投票権を持っている有権者、主権者であります。ところが企業はですね、この投票権を持っている有権者ではなくて、特定の目的、つまり利得を目的とする、利益を上げる、そのための組織でございます。したがってですね、その有権者ではない企業団体がお金の力によって自らの影響力を行使するということが、政治について対してですね、非常にマイナスの影響を及ぼすと私は思います。従いまして、議会制民主主義の基本、この点を考えますと、これは明確に区別をし、性格の違うものだというふうに捉えておかなければならないというふうに私は思っております。さて、そこでですね、民主党のマニフェストで、昨年も今年もそうですけれども、企業団体献金の禁止というのを掲げました。で、私は先ほど述べた立場から申し上げますと、これは大変いいことだと、というふうに思いました。で、片山大臣は民主党議員ではございませんので、鈴木副大臣にお聞きしますけれども、この民主党が企業団体献金の禁止というものをですね、掲げたその理由のはどこにあるのか、まずその説明をしていただきたいと思います。鈴木総務副大臣。ご答弁させていただきます。実は21年の6月にですね、私どもは、企業団体献金の禁止等を盛り込んだ政治資金規正法等の一部を改正する法律案を衆議院に出させていただいております。この法律案の提案理由は、政治に対する国民の信頼を回復し、広く国民によって支えられる政治を実現するため、会社その他の団体の政治活動に関する寄付及び政治資金パーティー券の購入の全面禁止等の措置を講ずる必要があるということでございました。ただ先ほどご説明をさせていただきましたように、3年間という、ある種、猶予期間があったというのは先ほどご説明させていただいたとおりでございます。それで、なぜその企業団体献金をやめたのかと
ということでありますが、まあ、今申し上げました提案理由のほかに、まあ、例えば私個人的にはですね、まあやはり企業個人は善で企業は悪だというふうに、まあ、言うつもりはありませんけれども、いずれにしましてもやはり企業が献金をする裏にですね、何かその思惑とかですね、いろいろあるかもしれません。その辺をやっぱりきちっと見定めてですね、政治家としての見識を持ってやっていく必要があるということであるならば、まあ、当然のことながら公共事業を受け取るような企業からはですね、これはもう一切やめるべきだと、まあ、いうことで私どもは出したと、このように私は理解をいたしております。それから西野先生に大変恐縮ですが、先ほど私マニフェスト昨年の9月というふうに申し上げましたが、7月でございまして恐縮でございます。すいません。以上です。委員長。佐々木健翔君。まあ、企業団体献金の禁止を掲げて、まあ、3年後ということですけれども、掲げたら私は自ら実行した方がいいと思いますので、まあ、当時から私どもはそういうふうに主張しておりました。現に私ども日本共産党は、掲げているだけではなく、自ら実行しております。それでですね、その企業というものが利益を求める団体であると、したがって、資金を使う場合はその利益が得られる目的を持って使うわけであります。普通はですね。で、それを実行いたしますと、当然これ賄賂性を持つという形になります。で、いやそれは求めないんだと、何も求めないんだ、その場合はですね、企業にとってその資金というのはどういう性格を持つか、企業の利得につながらない資金のばらまきになりますから、これは背任行為ではないかという議論になってしまうわけですね。したがって私はその企業献金というものの性格というのをしっかりとこう見ないとですね、これを受け取っても当然であるというふうにしてしまうと、そのけじめがつかないといいますか、個人有権者の場合と企業との本質的な違いが見えなくなる、この点を指摘をしておきたいと思います。そこで企業団体献金の禁止を目指して、当面の措置として民主党はですね、公共事業受注企業からの献金禁止と今説明のありました、それに踏み出すということですね。で、今年の1月から、全面的に公共事業受注企業からの禁止は、1月からか今年に入ってというからいつかよく分かりませんけれども、ともかく決めたと。で、この受注企業の献金受け取りの自粛というのはですね、理由は先ほど述べておられたことだと思います。国民の税金をですね、還流させることになる、まあ、そういう意味もあって、禁止をされたんだと思います。それでよろしいですか。鈴木副大臣。まあ、私はそのように理解をいたしておりますが、まあ、いずれにしましても繰り返しになりますけれども、今年の1月ですね、22年1月から企業団体献金の受領を自粛したということでございまして、これは岡田幹事長がですね、当時公の場で議論をされたわけではないんで、その辺の、まあ、経過についてはつぶさには承知していないという、まあ、コメントを出しておるわけでありますが、まあ、いずれにしても私も同様な考え方でございます。委員長。佐々木健翔君。ところがですね、この10月になって、自粛していた受注企業1億円以下の企業についてはですね、受け入れると、いただけますと、まあ、こういうふうに方向転換をしたわけであります。これなんでそのせっかくそういう方向に行ったのに、後ろ向きになったのか、その理由を説明していただきたいと思います。鈴木総務副大臣。はい。まあ、私も現在党のですね、役員に入っているわけじゃありませんので、その辺のいきさつはつぶさには承知をいたしておりません。ただ先ほど申し上げましたように、3年後から企業団体の献金及びパーティー券購入を禁止すると、まあ、こういうふうに昨年の7月のマニフェストで謳っておったわけです。まあ、したがって、まあ、現在は、まあ、3年経っていないということが一つあるかと思います。
まあ、しかし、それではご答弁にならないかと思いますけれども、いずれにしてもですね、まあ、1億円という一件関係ですね、契約がある金額を1億円としてそれ以下であればそんなに大きな影響はないんじゃないかというところだというふうに私は個人的には理解をしておりますと同時にもう一つ大事なのはやっぱり額だというふうに思います。額がですね非常に大きければこれはやっぱり何かあるということになるでしょうし、まあ、その辺は節度を持った形で展開されていくというふうに思っております。委員長佐々木健翔君。まあ企業団体献金の禁止と、まあ、3年後にしろですね、そこに向けて一つ一つこう進んでいくとこう言うなら分かりますよ。でところが進んでいるかなと思ったら今度いきなりこの後ろ向いてですね後退してしまうというんではこれはやはり国民の理解得られないんじゃないかと思います。次にそのこの時の11月8日の岡田幹事長の記者会見の説明でですね、まあ、一部受け入れるというその理由としてですね、政党助成金に頼りすぎているのは問題だからと、まあ、こういうふうにおっしゃいました。で確かにその民主党の政党助成金の依存率というのは非常に高いわけです。80% になっているわけです。でこれは他の党に比べると受け取っている党に比べるとまあ数字は言いませんけれども、まあ、大変高いと。でそれだけじゃないんですね。その使い残した分をですね、国庫に本来私は返納すべきだと思う。ところが基金として溜め込んでいるという実態がある。でまず数字を確認したいんですけれども各党のですね、昨年末の基金の残高、まあ、本部と支部ありますけど合計してそれぞれの党ごとにいくら残金があるか報告していただきたい。はい、総務省田口選挙部長。お答えいたします。平成27年分の政党交付金にかかる使途等報告書を確認したところ、各政党の21年末の基金残高について使途等報告書の要旨の公表順に申し上げますと、改革クラブ0円、公明党8億662万1661円、国民新党600万3118円、社会民主党4億2858万2781円、自由民主党9億9915万84円、新党日本978万2627円、民主党21億1754万43円、みんなの党3397万1530円となっているところでございます。委員長佐々木健翔君。まあ、今お話を聞きてですね、この基金に溜め込んでいると、まあ、全体で総額計算しますと44億ぐらいだと思うんですが、約半分が民主党が溜め込んでいるわけです。で、まあ、菅内閣のですね、各大臣の支部、一体どうなっているかということで、まあ、全部言うと時間がありませんので、報告をいただきたいのはですね、一番多い金額を残している大臣、金額とその大臣名を教えてください。田口選挙部長。お答えいたします。平成27年分の政党交付金にかかります使途等報告書を確認したところ、現内閣の閣僚が代表者を務める政党の支部のうち最も平成27年末の支部基金残高が多いものは蓮舫内閣府特命担当大臣が代表者を務める民主党東京都参議院選挙区第三総支部であり、支部基金残高は1983万8527円と記載されております。委員長佐々木健翔君。蓮舫行政か刷新大臣がですね2000億近くも溜め込んでると。2000万、いやいや2000万円近くも溜め込んでる。これはですね、大変な金額で、私びっくりして単位間違えるぐらいであります。本当にこれ、これこそ仕分けの対象ですよ。私は調べたところ、他にもですね、戦国官房長官、643万1280円、自民郵政金融担当大臣、600万3118円、海江田経済財政担当大臣、
381万1415円、柳田法務大臣350万円などですね、全部言いませんけれども、まあ、菅内閣の閣僚9人合わせて4259万円も溜め込んでるわけです。で、法律上ですね、まあ、基金に溜め込めるから、それはいいんだと言えばいいかもしれない。しかしですね、これは原口大臣、この前私前大臣に聞いたところ、こういうふうに答えたんです。委員がおっしゃったような残ったものについてどうするか省内で検討してみたいというふうに答弁をされました。片山大臣ですね、まあ、これは検討の上私は改善すべきだと思いますが、いかどのようにお考えでしょうか。片山総務大臣。まあ、今ご議論伺ってまして、いくつか感想があるんですが、残すのが悪かということになりますと、じゃあ使わなきゃ損だって話になってしまってで、それはそれでその乱費を促すことになるんではないかと思います。私は政治活動には幾ばっかの金がかかる、これはもう確かでありますけれども、できるだけ節約するということは 大切なことだろうと思うんです。ですから、その一概には言いませんけれども、金額が残っているからダメだというそういう評価は当たらないのではないかと思います。自治体の経営でも、まあ、国家もそうなんですけれども、予算の使い切りという慣行がやっぱり自治体なんかにあります。使わなければ損だと、全部使い切ろうという、それがまた無駄遣いの温床にもなっているわけでありまして、この辺の評価は少しこう多面的に見た方がいいのではないかと思います。ただそのどの政党も節約の結果随分余ってるなというようなことがモニタリングの結果出てきたときには、まあ、ちょっと差し出がましいことかもしれませんけれども、その政党交付金 その交付額の水準を議論するということは、これは大いにあっていいと思います。国民の税金からこれは賄われているわけでありますから、そういう議論はその一般論としてはあり得るかと思いますが、個別のところで余ってるから召し上げるということは、かえって私はその副作用の方が大きいのではないかと、まあ、そういう感想を持ちました。委員長。佐々木健翔君。もともとですね、この政党助成金というのは、国民の税金でありまして、その税金を、まあ、いわば山分けするようなもんですよ、これね。ですからそういう仕組み自体を我々は、やめるべきだと思っているわけです。で、それなのにこれは残ってですね、基金まであって貯めていると、これ国民全体から見て正常な感覚で見てですね、余ってるなら返したらどうかと。じゃあ政党助成金をですね、半額にするとか3分の1にするとか、そういう話も何も出てこない。で、こういう状況を考えると、私は政党助成金についてのあり方、根本的に見直してですね、私は廃止すべきだと思いますけれども、そういう方向をぜひ検討していただきたいと思っております。もう一つはですね、この政党助成金の公開の問題、これは2007年秋に政治資金規正法の改正で各党協議が行われました。で、私もその協議に参加しておりましたが、その際にですね、政党助成金は税金を原資にしておりますので、全面公開しようじゃないかと、使途についてもですね、そういう議論がありました。ところが土壇場になって対象から外そうという話になって、私もびっくりしたんですけれども、そうなってしまったんです。で、国会議員関係団体は1万円超の報告義務になったわけですが、この政党助成金の使途報告についてはですね、これは5万円以上のままなんです。で、原資が税金である政党助成金こそ、私はこれ1円まで公開するというのが当然だと思うんですけれども、この点についての改善策、当然検討すべきだと思いますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたい。片山総務大臣。これはいろんな考え方があると思います。同じ基準にすべきだという考え方も当然あると思います。一方では一つは政党でありますから、政党は法人格を持ってそれなり その内部監査とか自律的チェック機能を持っておられるわけで、やはりその自律性に委ねるという考え方もあるのではないか。また、あとは
その非常に事務が煩雑になるということもあるでしょうし、まあ、その兼ね合いをどう考えるかということで、いろんなご議論があると思いますので、ぜひ大いにご議論をいただいて、それで結論、提案を得るということにしていただければと思います。委員長、まあ、私の考えを申し上げますと、これ税金が原資でありますから、どのように使われたかは明確に、すべきだと思います。で、献金を受けてその献金をどう使うか、まあ、それは政党の自治に関する部分というのは一定程度あるとは思います。しかし税金とそれとは性格が違うわけでありまして、公開という観点から考えますと、税金の公開は私は当然だというふうに思いますので、ぜひそれも含めて検討していただきたいと思います。次にですね、このインターネット上の公開の件ですけれども、政治資金収支報告書はインターネット上での複写印刷、これは可能になりました。これ一歩前進です。ところが政党助成金使途等報告書はですね、そうなってないんですね。で、これまだ閲覧だけなんです。で、この印刷もできない、複写もできないっていうんじゃ、これちょっと落差がありすぎますので、私は同じようにですね、政治資金収支報告書も政党助成金使途等報告書も複写印刷できるようにすべきだというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。片山総務大臣。これはその閲覧する側の国民から見ましたら、同じ基準の方がいいだろうと私は思います。ただ法律事項でありますので、これもよく国会議員の皆さん方でご議論いただくことが必要だろうと思います。佐々木健翔君。政治資金の収支報告の、公開についてもですね、まあ、いろいろ問題があると思っておりまして、一つはですね、1万円を超える報告義務がある国会議員関係団体、これができたことで、まあ、事務量が増えるという理由でですね、公表時期を9月末から11月末にこう遅らせてしまったという問題があるんです。で、国会議員関係団体は登録監査人によって監査済みの報告書を提出するわけです。で、それをですね、そのまま公表すればいいと思うんですね。で、それから2006年末の法改正では、用紙が作られて、それを公表される前には開示できないというふうに、まあ、条項が入ったんです。で、たとえ情報公開法に基づいた開示請求があってもですね、開示できないという形になっちゃったんですね。私はこれ非常に おかしいと思っておりまして、で、それまでは用紙公表前であっても各選管の判断で情報公開に応じる都道府県があったわけですが、まあ、42府県ほどあったんです。それができなくなったということであります。で、この、まあ、改正が2回行われて、その間にですね、国民の目からこの収支報告書がこうだんだん見えなくなってきてるんじゃないかと、こういう感じがするわけです。で、政治資金収支報告書、つまり、政治資金の規正法の精神というのはですね、この開示することによって国民の不断の監視と批判のもとに置くというのが法の精神であります。で、こういう点から言うと、この点については、私は後退しているというふうに思うわけです。それからもう一点申しますと、2007年の改定時にですね、私も参加していたこの各党協議で、収支報告書をインターネットの利用その他適切な方法により公表するときは、官報または広報による収支報告書の用紙の公表することを要しないという規定になっています。つまり、必ずしもその用紙を作らなくてもいいと、こうなったわけですね。で、私は当時委員会の質疑でも問題したんですけれども、この用紙というものがありますとね、これは3年間過ぎてもその前の、まあ、5年前6年前のですね、収支を知りたい、そういう国民がいた場合にですね、官報とかあるいは県の憲法などに載っている用紙で、まあ、概略がわかるわけです。で、しかしその用紙を作成しないというふうになりますと、保存期間を過ぎた報告書は何も残らないということになるんです。
どこにも図書館に行っても何もないと。今はあるんですよ、前のやつ、ずっと前のやつは。でそういうふうになりますとですね、この政治資金の収支の痕跡を、まあ、消してしまうということになります。これは非常に問題があると思っておりまして、法の趣旨から言ってもこのインターネットでの公表もやってですね、で、用紙も作成して残すというのがやはり私は必要なことだと思うんですね。でこの点で当然改善の方向を検討すべきだと思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。片山総務大臣。政治資金規正法の改正によりまして、その情報公開が後退しているんじゃないかというご質問でありますが、これは公開がこう遅れるということだけ見れば後退ということになるんでしょうけど、その理由としてはその精度を高めるという、情報 の, その公開の量を多くするということとの兼ね合いだと思いますので、あちら立てればこちらが立たずという、そういう問題だろうと思います。 両者 の, そのバランスを考えて、今日のような仕組みになっているものと思います。それから用紙の問題でありますけど、これは行政側 の, この事務負担の問題などを考えて、今のようなインターネットに公開する場合には用紙の公表を要しないという、こういう法律の仕組みになっているわけでありまして、したがってその法律が用紙の公表をそのインターネットで公表した場合には用紙の公表を要しないとされている以上は、それはそれぞれ の, その都道府県の選挙管理委員会の判断だろうと思いますので、そこに対してその上乗せの何かその法律外 の, その指示なり規制なりを加えるということは、それは現在 の, その地方分権改革以来、地域主権改革をやっている今日はできないものだと思います。委員長。佐々木健翔君。制度を高めると言いますけれども、出されたものをそのまま公表 すればいいわけであって、内容にわたってこうチェックするわけじゃないんです。形式的なチェックで済むわけですから、これはね、私はやはり交代だと思います。でこれはしっかりと改善策を取る必要があると思いますし、それから最後におっしゃったこの用紙の件はね、これは国民の目から見えなくなるという問題なんですよ。見えなくなる、3年経つと。でしたがって今は選択制でありまして、用紙を作って公表して、広報に載せる、そういうことをしている自治体、都道府県もちゃんとあるわけです。したがって私は用紙を作るべきだと、そういうふうに法改正すべきだと思いますが、法改正に至る前もですね、できるだけ国民に情報を公開する、そのことがやっぱり大事なことだと思いますので、私はそういう国民に情報公開の方向をですね、きちっと示すということが大事だと思います。で片山大臣はなんか法律に書かれてるからとおっしゃいましたが、国民から見てどうかという観点から言うとどうですか、大臣。これで終わりますけれども。片山総務大臣。それは国民から見た観点と、それから行政側 の, そのコストとか事務負担というものがあると思います。で、どうしてもこれをこの公表してもらいたい、させるべきだということでありましたら、そのご議論の上法律改正、ということになるんだろうと思います。それはそれで一つの選択の道だと思います。現状においてはそこまで法律は要して義務を課しておりませんので、それはそれぞれの都道府県の選挙管理委員会といいますか、都道府県 の, その判断だろうと思います。それぞれ の, その地域で有権者のことを考えてどうされるかということ の, その判断だろうと思います。時間ですので、時間が参りましたので終わりますが、はい、さん、片山大臣に少し期待してたんですけれども、ちょっと今日の質疑だとですね、あまり期待が持てなくなったなという感じがいたしますが、これからも大いに議論をして活発な論戦をやっていきたいと思います。ありがとうございました。